はいどうも、斉田翔樹です。いつも斉田翔樹公式チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。さてね、今回はワンランク上の歌手になる斉田翔樹のワンポイントレッスンということで、今回が第2回目となります。1回目の、ね、ご覧いただけましたでしょうかね。1回目ねちょっとテーマが、ね、多くなったんで前編と後編に分かれたんですけれども、今回はシンプルにいきたいと思います。第2回、今回のテーマはこれよくあるね、質問なんですけれども、ステージで緊張で頭が真っ白になってしまいました。さあどうする、ね、もうこれは逃れられない問題ですよね。緊張というのは、一体緊張しない人なんているのかってあるんですけれどもね。まあ先天的にあまり緊張しにくい人というのはいます。確かに、特に旗から見ててね、あの人全然緊張してないやという人いるんですけど、まあでもそれでもやっぱ本人にとっては緊張していますし、で、こう大きな場所に出ればやっぱりそれ緊張するんですよね。で、ものすごく緊張しやすい人もいるわけですよね。そんなちっちゃいことでも緊張するっていう。で、これもちろんその、まあ持ってまる性格とかもあるんですけど、まあある程度克服できるということもあって、結局その緊張のメカニズムとは何かってことなんですよね。まあまずはとりあえず自分の個人的な感覚で言うとですね、準備ができてなければ緊張します。もうそれは間違いないですね。不安な要素があると、あそこまでちゃった、まあ歌で言うなら、まあやっぱ歌詞が覚えていないとかね、さっきまで覚えてたけどなっていう時は、それはちょっと緊張の度合いはだいぶ上がりますよね。あとまあ初めてやる曲も含めてね、やっぱりなんか自分にその確固たる自信がない時は緊張します。で、次にその仮に、まあもうそのね、慣れて、何やろ、こう、晩ご飯のことを考えながらでも歌詞が出てくるみたいなことにまで行ったら、まあ緊張しなくなるんですけど、それでもまだ緊張することがあって、それはまあ何かこうね、別の不安要素があったりとか、あるいはその環境がね、そのやっぱり慣れてないところだったりとかするとね、初めて行く場所とかね、なんかこう、いつもと違う人が客席にいるとかになると、それはさすがに緊張します。ね、じゃあそれ緊張しないようにするにはどうすればっていうことなんですけれども、まあ結局その、なんやろ、その忘れるという作業もね、まあ、あるんですけど、言ったら人と友情を書いて飲むとかっていうおまじないみたいなもんでね、まあそれよりはやっぱりもう結局そのね、板数というんですけれども、いうかそのね、こうやっぱり慣れば慣れというかしかないんですよね。でまずはだから練習はまあできる限り完璧にすると、でその歌詞も覚える、そのメロディーも歌も覚える、楽器吹いたら楽器全部覚えるっていうことをする。でこれはね、いやいや、やっぱ覚えていっても忘れることが不安だから、やっぱり 見ないと不安だっていう人もまあいるので、見ないで不安になるくらいなら見てやりましょうということで、こう楽譜なり歌詞を送る人もいるんですけど、意外とね、これ解決にならないんですよね。もちろんそのある種の不安ね、歌詞をどうしようっていう不安はなくなるんですが、何かが起こった時にね、歌詞が、持っていくの忘れたっていうのもパニックですよね。ネットで探したってなるんですけど、じゃあまあスマホ置くのかとか言ってね、でもこう歌いながらね、こう、スクロールせないかんとか、あるいは置いててもその照明の関係で見えなくなるとか、野外だとね、そのバタッと倒れたりするわけですよ、風で。もうそうなったらもうどうしようもないわけですよね。その緊張するとか、もう以前の問題になってきて。だからまあ僕はそうするだから歌詞を覚えなさいっていつも僕は言うんですけど、これまあ後のねテーマでも出てきますけれども、歌詞を覚えなさいねと。で、覚えてしまったら、その不安のほとんどなくなると。で、よく言うのはそんな歌詞が、ね、例えば出てこなくなっても、なんとかごまかすことができるって、できて、その2番、1番やけど2番の歌詞を持ってくるとかをすると、乗り切れるので、そこを乗り切ったらあとはまたなんとかなったりするんですよね。だからまあそういう意味で言うと、そういうこう不安要素の一つであるところの、それがないとできないというような状況はなるだけ避けると。で、もう一つはですね、その場所にね、慣れっていうのがあって、例えば常に歌っているところがキャパ10人とか20人のところで、まあステージの大きさもここからまあこれくらいでとかっていうところで歌ってるとするじゃないですか。で、音の感じもこれって慣れてるときに、全く違う環境のところに行ったら、やっぱりね、あれ思ったより広いとか、全然音の聞こえ方が違うとか、伴奏の音が聞こえにくいとか、でもなんか PA の人が怖そうで、なんかあんまりこう、あれこれ注文つけにくいとか言うたら、もう大変ですよ、それはね。そのことを考えるとドキドキするとかっていうことがあるので。だからもうそれはできる限り、そのやっぱりいろんな現場に慣れておくってことが一つですよね。そしてその何かあった時にやっぱりその、支えてくれる人がいるっていうことも大事で、
まあね、友達とか彼氏とか彼女とかがこう客席にいてくれて、大丈夫よっていう顔で見てくれたら安心するとかね、まあそういうのもあります。だからまあそういうようなこう、やっぱりこう何かがあっても大丈夫なようなところまで、いかに準備をしておくかということですね。だからその1回しかないそのコンテストみたいなところの時は、まあ条件みんな一緒なので、そんな感じで歌ったこともないので、そのもうそれはその時の出たとこ勝負で行くしかないわけですよね。でその現場も慣れていくしかない。だからそのどんな後に有名になる歌手もやっぱりそのコンテストとかオーディションはいきなり通った人ってやっぱりいないんですよね。で1回行っては落ちて、1回2回目行っても落ちて、3回目でちょっとそのね場所は慣れてきて、人も見慣れてきて、ほんでちょっとこう落ち着いてきて、あ、周りのそのね他のその ここの場所初めての人よりも自分はここ慣れてるという安心感が出ると、ちょっと落ち着くし、そのね あんなに俺緊張してない、私緊張してないわっていうことが支えになるので、まあそういう意味で言うと、そのねやっぱりこういろんな現場に慣れておく、自分がそこを目指すのであれば、あのそこの環境にいち早く慣れておくっていうのはすごく大事です。だからそのやっぱストリートだけで歌ってるとね、そのストリートで緊張しませんと、別に、ね、見てくれてるやら見てくれてないら分からへんし、まあ、たまに立ち止まって聞いてくれてたら嬉しいわということでできるんですけど、それだけやってるとやっぱダメですよね。でポーンとやっぱりこうちゃんとそのショートして、30分で1時間でやらなあかん、お客さんが待ってくれてるね、全部が自分に、全員が自分に注目しているっていうような環境というのは、やっぱりそれはそのどうにどんな着物、ね、座った人でもどうなるもんでもないので、そこは慣れていくしかないので、そういうその恐れないっていうことですよね。失敗、まあ、失敗することを恐れない、だからその失敗することを前提にいかに戦えるかっていうね。でその失敗したところをちゃんとフィードバックするか、でそれは例えばスポーツ選手とかみんなそれを経験してるわけですよ。やっぱそのボクシングでも別にその野球でもね、サッカーでもやっぱりうまいこといかないことがほとんどなわけです、プロになってのその現場に行った時に。でもそこでやっぱりこうね慣れていって、周りの動きも見ていって、で失敗からいかに何かを教訓として受け取るか、でそれをこう一個ずつ一個ずつ克服していくという作業があるので、例えば冒頭に言ったその歌詞のことについても、やっぱりそれ人をどうやって覚えるか個人差があるので、やっぱりねこう覚えていったつもりで歌っては出なかった、失敗した、でそれでは不安だから覚え方をどうやって覚えるか、いろいろ変える、耳で聞いて覚える、紙で書いて覚えるね、いろんなことやっていって、ねその自分に合うやり方を見つけていって、でそれをねこう一回歌いました、例えばどうしても2番の最初の歌詞が出てこなかった、あここでなっていうことをその次は気をつけて歌う、そこをクリアしたら次また別のとこ間違った、それもまた次クリアするっていうことしかないんです、これ愚直に言うと。だから一回一回のライブじゃすごく大事で、そのねなんていうか、そのせっかくねブッキングで出してもらったのに、適当に歌詞見ておいて、歌いました、あ歌えたわって、次じゃあこれ歌う、次これ歌いますって、こんなことやってたんでは何も身につかないわけですよ。だからやっぱり一曲を完璧に仕上げていく、全部首の頭の中、それから口ね、そのかお腹、喉、全部体の隅々まで覚えるまでやって、ほんで現場でちょっとずつそれをねまたさらに完璧なものに仕上げていくという作業をする必要があるんですね。でそれ結局その緊張しなくなるというのはそれしかないです。そしてやっぱりそのいいね、まあ、例えば先輩であるとか師匠であるとか、いい同期ライバルであるとかっていうね、やっぱりそういう切磋琢磨し合う環境の中で、自分の客観的な位置づけも見ながら、自分より上手い人もいる、下手な人もいる、でもね、自分に、例えばここに、この問題はどうすれば解決できるかというヒントも誰かから学ぶみたいなことをしていけば、いずれ必ず、もう慣れてきます。でうちでもそのパームトーン劇場ということで、ね、イベントスペースパームトーンで毎月2時間のワンマンライブさせてるんですけど、それはねもう今もう3年ぐらいやってますけど、だから2時間のライブ全然減っちゃうんですよ。みんなもうそこの心配は何もないので、曲も全部頭にも体に染み付いているので、あとは現場、新しい現場で行った時にいろいろとね、そこで現場で調整していくという作業で済むので、もうそれをそういうことをねちゃんとこうやっていくというのが大事なので、まあ何かそういうね専門学校とか行ってる方、バンドやってる方なんかもは特にそのね仲間と相談しながらやればいいですし、どうしてもその一人でやっていてその手応えがわからないとかっていう方もいると思うんです。特にポップス系の方とかね、一人でやってる方なんかは、かと今ライブハウスの人もあんまりいろいろ言ってくれないですし、なんともそのねバンドミュージシャン仲間もあんまり批判とかし合わないので、そういう方はね、どうしようどうやったら成長したらいいかわからないという人のために朗報があります。
なんと、私、斉田翔樹が、ワンデイワンポイントレッスンというのを始めております。2時間ですね、の対面ワン、ツーマンツーマンレッスンで、あなたのその、こう、歌ってもらった時の、その、まあ、例えば、いいところであるとか、まあ、欠点であるとか、改善点なんかもパッと見つけ出しますので、もっとこうした方がいいですよと。で、それはもう非常にそんなテクニカルなことではない以上にね、メンタルの面分であるとか、そういう日々のこう気をつけることとか、それだけでも変わりますので、そういうのを見ていって、もうちょっとこんなものしたらいいんじゃないかということをアドバイスして、必ず何がしかのプラスね、をするということをもうやってきておりますので、ぜひね、もうちょっとうまくなりたいな、だから自分のここ直したなという方は、ご一報いただければと思います。詳しくはね、この辺に出しておりますので、ぜひ、お申し込みください。また概要欄にも書いておりますので、ね、ぜひチェックしてください。ということで、今回のテーマは、ステージで緊張で、頭が真っ白になってしまったどうするということで疑問にお答えしました。まあ短いね、文章で動画でしたけど、またこの辺また、ノートの方にもね、ちょっと文章で書いておりますし、また京都にお越しの際は、直接僕のところに相談しに来ていただければなと思います。ということで、今回の動画良かったなと思う方は、高評価ボタン。そして、今すぐ忘れず、チャンネル登録をお願いします。ということで、また次回。